俺これ将来自分の子供に見せますからバス営業に言うしよう。はいどうも、北の落ちたちのフレッド・ハルくんです。皆さん本日は何の日かお分かりでしょうか。はい、29日、今日という日は、はい、一生に一度の肉食う肉の日になるんですよ、うん、平成29年9月29日で、しかもまあ関係ないんですけど、はい、今日はプレミアムフライデーらしいですね。あ、そうなの。さらに今月末なんで、うんうん、給料が多いと思う。ああ、確かに。学生もそうだし、社会人もそうだし。そう、だから肉をね、食べる人が今日多いんじゃないかと思ったんですよね。日本中食ってんじゃない今。そう。はい、黒ギャグ、1枚分買ってきました。あー、危ないもう。危ない。贅沢すぎるよ。やばい。匂いから違うね。あー、いい匂いだ。まあ、いろいろ込み込みでね、肉と肉の日合わさって、はい、まあ、今日、肉をね、黒ギャグ1枚分食っちゃおうかなじゃないかと、いう幸せな企画でございます。こんないい1万円企画ある？そうなんですよね。本当に幸せよね、これ。はい、はい、というわけで、準備ができましたー。やったー、ありがとうございます。いやね、サンプの量やば。森に来てるから、格別になってるから。この鉄板で焼いていきますから。ジンギスカン鉄板だから、これ。そう、一応ジンギスカンの鉄板なんだけど、これ。いや、俺は焼くなよ。こっちは焼くよ。お、やべえ。こう見たらやばいでしょ、やば。やばい。マジで。あ、それ。間違いやべえな。うわ、これすーご。まあ、せっかくなんでね、皆さんもご飯を食べながら。あ、なるほどね。そう、ちょっと悔しい顔がね、目に浮かびますけど。香りも届けられないからね、この。うわ、まだでさえ、もういい油してるのに、さらに油追加しちゃうのが。胃もたれが。うお。いい音。やめて。ああ、いやそれじゃあいただきます。はい、いただきます。うん、半端ね。うー、やばい。うまっ。このために生きてきた。うまっ。やば、どんどんやりに行っちゃおう。やべえわ、動画めっちゃ食べる。うわ、いいよお前、ふざけすぎよお前。いや、待って、こうよ。天才すぎよお前。それでいいよ。これだけちゃんと広げてね、この後。うわ、マジでうまそう、本当にこれやばいで。これで、いきます。うわ、マジ緑入ると見た目やばい。いただきます。うわうわ、幸せすぎるお前。それじゃあ次は聞いたボス行っていい。ボス来た。じゃあこいつ丸まんま一頭いっちゃいます。こんなので焼くべきじゃないからね。この円盤に置くとめっちゃ面白いの。俺これ将来自分の子供に見せますから。俺ね、22歳でね、こんなん食べたんだよ。肉の日に、ね、あーあらららあらら、焼き寄せちゃって、お利口さんの色気。あ、やばい、ちょっと見えたけど。でーん、焼けました。ステーキ超高級だよこれ。どうやさ、いただきます。うまっ。うまい。プルンプルンじゃない。これ一番やばいな、これ。えい、さすがにご飯用意しました。で、そんな食っていいの、やばくない。一応ね、一応ね、まあ、一応ね。うわぁ。マジかよ、うぜぇ。チェイサー代わりにファインを買います。なんでファインっていう。あ、もうある程度バクバク食ってってるんですけど、はい、ここでちょっとフィルセーキのこれワイン、赤ワインですね。そう、肉はね、やっぱ赤ワインが合うから、白じゃなくて。お疲れ様です。いや、俺は好きやで。最高級。危ねえ、これは。危ねえ、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 危ねえ。意識飛んでる、意識飛んでる。これ少し最後余ったので、うん、ちょっとしゃぶしゃぶにしようかなと。そう、黒毛和牛しゃぶしゃぶ用とかも書いてたからね、これ。そう、ちょっと湯がいちゃおうかなと。いやー、しゃぶしゃぶの作り方合ってるのよ。合ってるけど楽しくないか、これちょっと。はい、ということで、最後ちょっと、そう、いや、なんか違う、たまたま最後ちょっと余った黒毛和牛と、うん、サンチュ引いて、うん、上からちょっとおろしだれ立ってたら、うん、完全これ冷食だね。違う料理できちゃった。じゃあ、じゃあ最後、
A しゃぶいただきますか。A しゃぶって言っちゃうな。釣れた。完全釣りバカにし。うまい。ああ、うまい。ね、さっぱりしてていい。最後、一切れ。いただきまーす。はい、ありがとう、肉の日。うん、うまい。素晴らしい。はい、ということで、はい、無事にっていうか、無事にとかではないですけど、なんか今回は、一番低くってよりなんか普通に贅沢したなっていう。まあそうだね。本日、平成29年9月29日、うん、まあ肉食う肉の日ということで、はい、肉の日、最高でした。最高でした。まあ僕が最後言いたいのは、はい、山中ありがとう。